皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、深夜のパーキングエリアで食う飯はうまい、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。ハンバーガーの自動販売機とかのことか。自販機のたこ焼きとたい焼きと唐揚げが好きだ。バーガー温めすぎてパンちっちゃくなっちゃったの巻。変な音楽が流れながら製造過程がわかる紙コーヒー自販機が面白い。水曜どうでしょうのイギリスのパーキングのは本当にまずそうだったよ。サービスエリアの自販機コーナーってバリエーション豊富でなんかワクワクする。高速バスの深夜の休憩で食べる山菜そばのうまさは異常。エビナサービスエリアのメロンパンうめえ。行きのエビナサービスエリアのドキワク感は異常。帰りのエビナサービスエリアで感じる旅の疲労感は異常。なんであんなにワクワクすんだよ。東名のどこかのパーキングエリアで食った笹かまのうまさは異常だった。サービスエリアやパーキングエリアで併設のスタバとかマック行くやつは全くわかっていない。じゃがベー食いたくなった。スキーの帰りの玉こんにゃく最強だろ。あの B 級な味はなんで食べたくなるんだろうな。山菜うどんは毎回食うよ。というか深夜のサービスエリアの雰囲気が最高すぎる。何あのなんとも言えない心地よさと懐かしさ。深夜のサービスエリアって本当にベストプレイスすぎる。ずっといたくなっちゃうんですけど。昔を思い出す。どうした？アメリカンドッグが上がってないぜ。どっかで食った納豆大福ってのが異常にうまかった。ググったら友部サービスエリアのようだ。お前らも食え。スキー場で食べる豚汁やそばがうまいのは、あの白い器に秘密がある。あの発泡スチロールみたいな素材、あれから旨味成分が出てるから。昔じいさんの家に預けられる時に、親父が東名を飛ばして千葉まで車で行くんだわ。その時時間が遅くて、もう食事できるところが空いてないのよ。で、ハンバーガーの自販機でチーズバーガーとハンバーガーを買ってもらうわけ。親父がうまいか？って聞くから、うん美味しい。って答えるんだけど、離婚した母親にたまにモスバーガーに連れてってもらってたんだ。それに自販機のハンバーガーはわけわかんないくらい熱いし、正直あまり好きじゃなかった。今でもハンバーガーを見ると少し悲しくなる。中央道で食うジャンボ串カツ最高。とんかつ定食食った後にジャンボ串カツ食ってたほど。自販機のたこ焼きってやたら高いよな。深夜はホットスナックが輝いて見える。サービスエリアの屋台の匂いの誘惑に耐えられるやつって何なの？毎日の辛い現実から逃避できる場所でもあったりする。グーテンバーガーは青春の味だなぁ。焦げるほど加熱されてるのに中の方は冷たいんだよな。パーキングエリアで食べるソフトクリームの美味しさは異常。かき揚げ天そばとかに乗ってるかき揚げはあまりうまくないよな。冬に何時間もバイクで走った後に飲むサービスエリアのコーヒーはうまい。まだまだ先があるから気合が入る。ハマグリラーメン食べたいなぁ。冬に食べる玉こんにゃくが泣けるほどうまい。パーキングエリアで車中泊して目が覚めたら、隣にいた車がいなくなっていた時の寂しさは異常。旅行で一番楽しいのは目的地に到着するまでの道中。B 級グルメ好きにはパーキングエリアの天ぷらそばはたまらん。自販機のそばやハンバーガーなんてあった日には狂気しますよ。中央道の堀の勝沼インター手前？名前忘れたけど、あそこで食ったカツカレーのサクサク感は忘れない。双葉で食べたラーメン濃厚で美味しかったなぁ。日霊の自販の焼きおにぎりよく食うわ。400円くらいだよね。いつも買いたくなるけど値段見て缶コーヒーかコーンポタージュにしちゃう。
スーパーでアメリカンドッグやフランクフルト買ってきて家で調理して食っても大してうまくないんだよな。なぜサービスエリアで食うとあんなうまいんだろう。俺もたまに深夜ドライブに出かけてサービスエリアや暗がりのコンビニでコーヒー買って飲む。あの静かな雰囲気が最強だよな。終わり。